飯塚翔太は、日本の陸上競技選手、専門は短距離走静岡県尾前崎市出身。藤枝明星高等学校、中央大学法学部卒業、水野所属。2016年リオデジャネイロオリンピック400メートル、リレー銀メダリスト。2004年、中学1年時のジュニアオリンピック D クラス100メートルで、優勝。2006年、 中学3年時のジュニアオリンピック A クラス200メートルで優勝するなど早くから活躍を見せた。2007年、藤枝明星高校に入学10月の国民体育大会少年男子 B200 メートルにおいて21秒71の記録で優勝した。肉離れを起こすなど怪我があったものの2009年8月の 全国高等学校総合体育大会では100メートルが10秒46で2位、200メートルでは21秒01で優勝した。10月には国民体育大会少年男子へ100メートルを10秒38の記録で優勝した。2010年4月、中央大学法学部に進学する。5月22日、第89回関東。 学生陸上競技対抗選手権、大会400メートルリレーに、アンカーとして出場。早稲田大学の選手と競り合う状態でスタートしたが、飯塚が10メートルの差をつけ、中央大学が38秒54の日本学生、記録を樹立して優勝した。翌23日には200メートルに出場し、襟口ただし、アビ光弘らを直線でかわして優勝した。 6月の第94回日本陸上競技選手権大会の参加標準記録を突破していたが目標をカナダモンクトンで開催される世界ジュニア陸上競技選手権大会に絞り日本学生陸上競技個人選手権大会200メートルを大会新記録で制した後世界へと向かった2010年7月23日世界ジュニア陸上競技選手権 大会200メートルに出場し20秒67の記録で優勝した。男子日本選手による同大会での優勝は初めての快挙となった。毎日新聞に掲載された高野進日本陸上競技連盟協会委員長のコメントによると後半の加速力と器用さがあり、ロンドン五輪に間に合う逸材と説明されるなど、当時は 身長1 8 4トル体重7 8ラムの体を生かした、レース後半の強さが持ち味であった。2011年4月、世界ジュニア選手権における金メダル獲得が評価され、平成22年度 JOC スポーツ賞の新人賞を受賞した。2012年6月の日本選手権において1 0 0ルで4位、2 0 0ルで2位の成績を残す、 この結果を受け 200m、400m リレーの2種目で、ロンドンオリンピック出場が決まった。8月、ロンドンオリンピック 200m 予選では20.81の3組5着で、準決勝進出を逃した。男子 400m リレーでは、日本チームの第4走を務め、予選を38秒07の全体4番目の記録で通過。 決勝では38秒35で4位入賞を果たした。2013年5月3日、静岡国際200メートルを日本歴代3位の記録となる20秒21で優勝し、8月に開催される世界選手権の派遣設定記録を突破した。世界選手権代表内定をかけた6月の日本選手権200メートルは20秒31の セカンドベストで優勝し、日本選手権終了後はヨーロッパに遠征してからユニバーシアードへ向かった。ユニバーシアードは200メートルで、銅メダル、400メートルリレーは第4層を務めて銀メダルを獲得した。7月23日、大学卒業後にミズノへ入社することが発表された。8月、世界選手権に初出場。 200メートルは準決勝に進出するも20秒61の2組7着で敗退した。400メートルリレーは第4走を務め予選ではシーズンベストの38秒23で決勝に進出し、決勝では38秒39の6位でに大会ぶり7回目の入賞を果たした。 9月の日本インカレ100メートル準決勝で10秒22の自己ベストを記録した。10月の東アジア競技大会に飯塚は選手団の首相として出場し、200メートルはケンブリッジアスカに次ぐ銀メダル、400メートルリレーは第2層を務めて大会新記録と日本学生新記録を樹立して優勝した。2014年4月、水野に入社する。 5月に、バハマのナッソーで行われた世界リレーの400メートルに、出場、日本チームのアンカーを務めて5位入賞に貢献し、来年行われる世界選手権同種目の、出場権を獲得した。6月、日本選手権の200メートルに出場。連覇と9月のアジア競技大会日本代表入りを、かけて挑んだ。結果は3位に終わり連覇は逃したが、 すでにアジア競技大会の派遣設定記録 A を突破していたため入賞で日本代表に内定した。同月15日アメリカ・ニューヨークで行われたダイヤモンドリーグ第6戦のアディダスグランプリ200メートルに出場し、飯塚の所属する水野の国際代理人が交渉をまとめてダイヤモンドリーグ初出場を果たしたが、結果は21秒04の最下位に終わった。 10月、アジア大会に出場。200メートルは4位、400メートルリレーは2層を務め2位に終わった。当日昼に出場を言い渡され、400メートルリレー決勝を走ってから55分後に走ることになった4 2 0 0メートルリレー決勝では3層を務めて16年ぶりの金メダル獲得に貢献した。2015年3月に右太ももを痛めて、 スタートに出遅れるも徐々に調子を上げていき、6月の日本選手権200メートル予選で北京世界選手権の参加標準記録を突破した。しかし代表入りをかけて臨んだ決勝では、直線の手前で飯塚は右ハムストリングスを痛め、失速、最後は歩いてゴールしたものの途中危険扱いとなりに、大会連続の世界選手権日本代表入りを逃してしまった。 リオデジャネイロオリンピック男子400メートルリレーでは日本チームの2層を務め現地時間18日の予選で37秒68のアジア新記録をマーク全体2位で決勝へ進出した19日の決勝では予選のアジア記録を更新する37秒60で2位となり銀メダルを獲得した 2021年8月の東京オリンピック、陸上男子200メートル予選では21秒02の一組6着となり、準決勝に進めなかった。カッコは風速。和追い風。タイは向かい風。記録、受賞、功績、ありがとうございます。